皆さん明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。今日は1月1日ということで、お雑煮を作りたいと思います。はい、皆さんはもう食べましたか？お雑煮を美味しかったですか？なんか地方によっていろいろ作り方が違うんですよね。あの去年も作ったことあるんですけど、ちょっと今年も、お雑煮を作ってみたいと思います。なんかあったまりますね、お雑煮は。美味しいですし、ということで今年の一番最初の料理としてお雑煮を作ります。そしてもう準備をいろいろしたんですけど、今日は肉、鶏肉使います。そして具材もいろいろ切ったんですが、今日は椎茸たっぷりなんか1パック買ったんですけど、せっかくだから全部入れちゃいようかなと思って、そしたらだしのね、もっと濃くなるんじゃないかなと思います。そして人参切りすぎた人参たっぷりのお雑煮になります。はい、あと大根、そしてかまぼこはですね、スーパー行った時はなんかかまぼこ、普通のかまぼこ売ってなくて、なんかおせち料理用のかまぼこ売ってて、でもそれは普通のかまぼことしてお雑煮にね使っていいか分からなくてやめましたお雑煮で煮かけたかまぼことちょっと違かったので、はい、今回はかまぼこなしです。でさらに、小松菜もね買おうと思ったんですけど、小松菜は多分、人気みたいなのでなくて、ほうれん草買いました。まあどっちかというと色を加えるために使われてるのかなって思いますね、小松菜は。だからほうれん草でもいいんじゃないかな、私もほうれん草が好きでちなみにスーパーでなかったのは小松だけじゃなく大根ももうなかったんですね。はい、スーパーに行ったのは30日なんですけど、多分みんなねお雑煮を作るためにいろいろ買い出ししてたんじゃないかなと思います。大根もなくて、はい、でも冷蔵庫にちょっと大根があったので、はい、セーフということです。そしてだしももう作っています。はい、あと鰹節のことですね昆布は結構前入れたんですけど、それで鰹節入れてちょっと待って本格的な、ね、調理を始めます。それと人参と大根を今回は別途でちょっと茹でたいと思いますね、うん、でもう沸騰したので入れちゃいます。結構たっぷりですね人参が多いはい、でエプロン忘れちゃいました。よし、今日も寒いんですね。皆さんどうですか？なんか家は外より寒いです。外も出たんですけど外の方が高かったんですちなみに夜は神社行きましたか？初詣でなんかね、31日から1日にかけての夜は本当になんか寒いんですよね。なんか12月の24日の夜と1日の夜はなんか特に寒く感じます。皆さんはどうですか？ちょっと人参と大根も柔らかくなりました。一旦消します。はい、だしも出来上がりました。ちょっと鰹節が残ったりしてるんですけど、でも私はそんなに気にしないのでこのまま使います。戻します。お雑煮はね、味見しながらちょっと味を調整したいと思います。今回もね、またいろんなレシピを見たんですけど、はい、それで、いろいろ本物のお雑煮の味に近づけながら、はい、いろいろ調整しながら味を作りますまずはこのだしを味見しないといけないですね。おいしい、うん、じゃあまずは砂糖を入れます。小さじ1くらいかな。砂糖といっても黒糖ですね。黒糖はね、ちょっと味が濃くて好きです。お酒、
このお酒を覚えてる方いますか？この前、まあちょっと前回のね、調理動画、おつまみ動画、うち酒屋熱心でこれ飲みました。もうほぼないんですけど。ちょっと今日はこれ、ね、お酒として使います。って言ったんですけど、まあ、お酒だからお酒として使うのは当たり前なんですよね。あの調理酒として使いますって言ったかった。そしたら肉入れます。よし、肉と一緒に椎茸たくさんでも椎茸本当に大好き で、なんかベラルーシに住む時も椎茸ね、あの買ったことあるんですけど、ベラルーシで、あれはどこの椎茸か分かんないんですけど、全然見た目も味も違ったんですね。うん、名前だけ椎茸でした。まあ美味しかったけどね、あの普通にキノコとして、でもなんか慣れてる椎茸とちょっと違かったんですね。で、ここでまあ私はちょっと迷ってるところなんですけど、あの一応大根と人参は結構まあ火が通りましたね。だからこれ一緒に入れたいんですけど、いいですか？私が似たレシピでは、あの大根と人参はもう本当に全部出来上がったらお皿に入れて、その後はあのつゆ入れるパターンだったんですけど、でもせっかくだから一緒にね、あのつゆに、ね、入れて味染み切ってほしいんですね。いいですか？なんか今回はナシタフォーのお雑煮になります。あので具材もちょっと足りない点もありますし、はい、入れ替えたものもありますし、どうか許してください。入れちゃいます。そしたらあのこれね、空になったので、これでほうれん草を作ります。このお湯でね、なんかほうれん草をそんな長く茹でる必要はなくて、あのこんなにね、もう入ったらそっちの方が栄養素がそのまま残ります。はい、で、見た目からするとまあ小松菜に似てますね。はい、皆さんもいい感じになりましたね。あのアクもね、うん、取りました。あの、はい、あと味調整だけです。醤油と塩ですね。今回はまず醤油を入れます。でもそこまで多くなくていいらしいですね。なんか久しぶりですねよく覚えてないんです。それではこのくらいかな、あと少しですね。お雑煮ってなんかすごいいい匂いしますね。あ、美味しい。鶏肉もね、入れたチョコ揚げで、さらにね、そういう鶏肉の味が加わって、だしは濃厚になりましたね。うん。うん、あと餅です。餅もね、入れる前にちょっと焼きます。出来上がりました。どうですか？シンプルですねまあ自分用のお雑煮なので、そんなにね、なんかすごく綺麗にやろうという感じではなく、まあ普通にね、美味しければいいって感じで作ろうと思いました。それではいただきます。あー、美味しいね。だしはとっても美味しい。うん、だしも美味しくて、うん、人参も柔らかくて、だしも染みつきました。うん、大根もとても柔らかい。うん、あえてたくさん作ったんですけど、去年もたくさん作って、
うん、何日か食べてましたはい、なんかもう特に何も作らなくてもいいようにうん、あ、ほうれん草もいい感じに合います。うん、もちもいいよ。もちは本当に大好きです。うん、鶏肉も柔らかくて、うん、あったまります。本当に美味しいです。作ってよかった。はい、去年と同じように明日も多分明後日も食べるかなと思います。うん、そしてね、せっかく明けましておめでとうという感じなんですけど、まだ風邪が治ってないので、うん、今日はお酒なしですうん、おいしいもちの食感は本当に大好きです。おいしいですね。食感は美味しいとあまり多分言わないと思うんですけど、でも本当にね、食感も良くて、で中にだしもね染みついてとっても美味しいです。もち考えた人はねすごいんですねいやでもね、どうやって思いついたんでしょうね。叩いて作るんじゃないですか。まあロシアでもね、ご飯を食べるんですけど、でもご飯を叩いてなんか違うものを作るっていう考えは一回もなくて、なんかもう普通にそのまま食べるっていうしか考えがなくて、だから本当にね、ご飯を叩いてみようと考えた人は本当にすごいと思います。うん、これでね、今私たちはいろんな餅の種類を食べていますね。こういう餅だとか、あとこの前は試しで丸い餅も買ったことありますし、あとおでんに生えてるね、こうやってね、いろんな餅が今ありますねそれでは椎茸も多分すごく出汁が染みついてるんじゃないかな。うん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 、本当に美味しい。あったまれますしね、健康にいいし、なんかうん美味しい実はこの日を楽しみにしてました、お雑煮を作るためにお雑煮ね、美味しいんですね。うん、特にね、今風邪ひいてるんですけど、風邪の時もとてもいいと思います。前回もね、お正月の時に風邪をひいて結局、お雑煮毎日食べました皆さんも私と同じように風邪をひかないでください。はい、体調に気をつけてくださいね。うん、それでは皆さん、今日の動画はここまでになります。去年ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。